めちゃくちゃいい勝負ですね本当に全部、うん、さあということで選手の皆さんの入場の準備が整ってきているようです。いよいよこの2つのチームがこの舞台に集結していきます。最強の称号をつかむのは果たしてどちらになるのでしょうか。それでは決勝戦、まずは特別ゲストの入場です。ラウンドガール、えなこそれでは選手の入場です。まずは免許とインパクトは返せ、先方クラッチ、おじがり行こうぜ、ワキヨクラッチ、ワキヨ。地方、免許とインパクトは返せ、ワイワイ、おじがり行こうぜ、マザーワイワイ、マザー。免許とインパクトは返せ、おぼ、おじがり行こうぜ、シャカー、おぼ、シャカフクショー、免許とインパクトは返せ、ドンピシャ、おじがり行こうぜ、アリケーン、ドンピシャ、アリケーン。隊長、免許とインパクトは返せ、高木、おじがり行こうぜ、モモイルナ、高木、ルナ、モモイ。さあ、まず意気込み教えてください。はい、緊張してます。緊張してそうですね。自信のほどはどうですか。自信はもちろんないですよ。もちろんなの。このチーム多分半分ぐらい自信はないんですけど、でもここまで来たからにはもちろん勝ちたいです。勝ちたい気持ちは めっちゃあります、うん、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ、ハイトさん相当緊張されてます。いや、そうですね。リラックスして頑張ってもらいたいですね。
そして対しておじがりコーデの大将桃井ルナさん、こちらも意気込みを教えてください。はい、高木に勝つためにめちゃくちゃキャラ隊やってきたんで、ちょっとエドは勘弁してほしいかも。ランのばっかりやっちゃった。分かんないけどね、まあ、そういう心理戦から始まっているので今日は頑張ります。絶対倒す、頑張ります。はい、頑張ってください。緊張はほぐれたようにも見えます。では先方からお話を伺っていきます。まずは先方戦に挑んでいくクラッチさん、さあ意気込みいかがでしょうか。はい、そうですね、やっぱこのチームの中だと、まあ、どうしても自分が一番かなり下手くそだったんですけど、スクリームの時から本当みんな親切に教えてくれて、恩が返せるならやっぱ先頭バッターで流れを作ることなんじゃないかなって思ってるんで、今回ガチで e スポーツモードでいきます。おー、お願いします。ガチのモード返ってくるか期待してます。大したこっちで対して先方戦に挑んでいく和清さん、どうですか。いや、そうっすね、ま、ぶっちゃけ顔でも身長でも負けてるんで、じゃあ勝つのはここしかないと、僕ここに人生のピーク持ってきます。ピークの残機待ってます。そして次方ワイワイさん、意気込みいかがでしょうか。いや、そこの道で、はい、えなこのその衣装が際どすぎて相当目のやり場に困って、全然緊張しなかった。ちょっと今緊張しててちょっとモードが切り替わってる。だいぶ乱されたんですけど、はい、まあ、でもこの3チーム相手のね中では唯一マッチとしてはやりやすい相手なんで、まあ勝ちたいなと、勝って、まあ、もう優勝したいなと思います、うん、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。対してマダさん、はい、意気込みいかがでしょう。いや、ダッシュって言いたいとこなんですけど大丈夫かな。いやー、ちょっとさっきはチームメイトに助けられたんで、もう今度はチームの、ために1ポイント取れたらなって思います、うん、お願いします。頑張ってください。では中堅戦続いてはお坊さん、はい、大体釈迦さんですけれどもいかがでしょう。まあ結局こうなるんですよね毎回因果がねありますから、はい、まあでも望んだ相手です、うん、決勝戦応募ホンダ2024千秋楽と今日させていただきます。頑張れやってるぞ。引退詐欺やめろ。いつも言ってる引退詐欺やめろ。そして中堅に対する釈迦さん、はい、いかがでしょう。いや、俺はね、もう全然もう望んでない。もう本当にもう本当に何回やっとんねんっていう、もう何回も言ってるけど、もう本当にね、もうだからもう勝った、俺勝ったらもう本当にやめてください。おもうもう嘘やめろと。はい、本当にやめさせてると。一時期やめたみたいな空気出してね、宙に触ってましたけどね。そう、なんか気づいたらサブキャラサブキャラってきながらずっと本当に使って、はい、もういつまでやってんだと。ストリートファイター6やってください。本当に今日で引退させると、はい、やめさせます、はい、お願いします。頑張ってください。そして副将ドンピシャさん、対戦相手アリケンさんです、どうでしょう。はい、いや、なんかアリケンさんってなんかガイル村に属してるらしいんですけど、なんか入場の時もねちょっと実際ありましたけど ね、なんでダルシム使ってんだってね本当に。しかもガイルのね天敵っていうキャラを使ってまして、まあ、ちょっとガイル的には難しいかもしれないんですけど、スクリームは結構勝ってたんで、まあそのまま勝たせていただいてガイル使ってほしいかなと思いますね。わかりました。頑張ってください。対しまして、アリケンさん、ザドンさんと対戦、おっと、なんかもう表情が苦しそうですが、いかがですか。スクリームで 0-2 でボコボコにされたんですよ。多分ドンさん、今ドンさん史上いっちゃん強いんですよ。一番強い。だからその一番強いドンさんをそろそろ買っちゃおうかなって。おお、ガイル村スパイですよ僕は。頑張ります。期待しております。頑張ってください。さあ、ということで大将、緊張ほぐれましたが、高木さんいかがですか、意気込みください。いや、でも俺マジでこのチーム
雑談しててめっちゃ楽しかったんですよ、うん、待ち時間長すぎてずっと雑談してたんですけどずっとおもろかったんですよ、ええ、だから俺どうしても貸したいっすねいいですね。どうしても称号が欲しいっす、勝って、ええ、なんで頑張ります。はい、頑張ってください。対して大将桃井里奈さん、改めて意気込みよろしくお願いします。はい、我々のチーム名がおじがり行こうぜなんですけど、今回ちょっと若手すぎるんですけど、若手もこれからも勝っていきたい、誰にも負けたくない、頑張ります。はい、頑張ってください。それではインタビューはここまでになります。先方のお二方、倉地さんと脇尾さんは対戦台に移動して準備をしてください。よろしくお願いします。さあ、CRカップ決勝戦です、いきましょう。第6回シアルカップ決勝、盛り上がっていきましょう。さあ、クラッチ、そして脇尾の先方、開幕の動き、様子見からスタート、じっくりとしたスタートから、まずはクラッチが戦力取った。さあ、脇尾のこの強靭な肉体はクラッチをどう阻むのか。まずはクラッチが前に入ってきた、抜ける、上、対空はバッチリ、画面出しのところでインパクト、クラッチが流れるように脇を捨てていく。コンボの度に会場が揺れ動いている。うわー、ただ脇をもいつまでやっとんだと返していきました。今のただ体力差かなりあります。脇をはもう被弾が許されません。強行金の差し返しなどは怖いぞ。うまいですね、大金の使い方。あと1手、クラッチが高速だけまで持っていった。脇をはどうする。コンボわずかに残った、バード、ね、ドライブゲージが少なかったですね。削りが見えている、バックスチンナック。まずはガッツポーズを見せました、クラッチ。思い切りのいい攻めでしたね。インパクトかなり連発しましたね、はい、勝負を決めに行くというような、そんなドライブインパクト。これは反応を見せていた、ただ脇尾がうまくスクリューで大ダメージに返していきます。ラッシュからの足元、2回目。さあ、クラッチはどうする。 HP 状況、今回は脇尾がリード。大事、狙いに行った、一発が運命を変える。緊張の地上戦、ダウンを取った。脇尾苦しんでいる、 FS ラリアットから大ダメージ。さあ、脇尾このラウンド取り切れるか。大きく体力リードを取っています。脇尾圧で好きなこの突き、ヘルスタブ足元から、ただ今度が途切れている。脇尾がその隙ガッツ返していった。余裕の表情が見えている。タミーが攻めたいんですけども、脇尾の守りが固くてなかなか攻め込めないですね。重要な1本目はどうなるか。足元ストライク、さらに上、ここはクラッチの前だった。制空権はクラッチ、最後狙いに行く。 FA は使っている、ハッキーは間に合っていない。かなり範囲が狭いんですよね、あの SA。 打ち返していった、ドライブゲージが少ないのは脇尾。おお、でかい。そこにはクラッチの飛び、先ほどはインパクトに酔っていた。対空バウンド上等だ。クラッチが大きくリードを取っている。上、空対空は脇尾、上、相打ち、さらにまとわりついていくのはクラッチ。3ゲージが溜まりました。大技狙える状況、投げていく、ね、止めた。コンボになっていない、反撃もう一丁、帰ってきた。おお、出る中足ラッシュのリトル剣道いった、ついた。素晴らしい風利が、勝負のクラッチついた。いや、今のはいいフーリガンでしたね。ロックオンしている。今日はクラッチ e スポーツオーバー。いや、このクラッチのね、集中力がこの席まで伝わってきます。いや、ビリビリしてますね。ビリビリ本当に来てますね。もう本当にものすごく相手のこと見てるなっていうのが、もうひしひしと感じる集中力、素晴らしいプレーですね。いや、岸田さん、これもう表情かなり鋭かったですけれども。いや、そうですね、集中力がここまでね、うん、すごいですよね、もちろん。まあ、あとは稲田さん、このモダンで言うとすごく対空、まあ、当時ルークとかでね、対空とかも狙ってましたけど、クラスさんも序盤からかなり対空見せてましたよね、はい、しかもザンギってやっぱりそう、駒投げがね、怖い、本当に痛いんで、うん、近づくの怖いんですよ、うん、ラッシュとかでね、はいはいはい、投げようと思って投げ返されちゃうとか、確かに結構あるんで、なんかすごい、なんかその攻めのタイミングとかが、まあ、うまく上から行ったり、上の噛み合った感じしますね。い
逆に言うと早田さん、脇尾さんもこの上から来る攻撃、まあ、通されてはいましたけれども対空の攻撃もかなり多かったですね、はい、後半かなり対空出てて、ただ逆にその対空見てたからこそ最後フーリガン通ったんですよ。なるほど、はい、だからやっぱりそのクラッチ側のやっぱそのその隙というか相手の挙動を一瞬でも見逃さないその集中力というか、なるほど、そういうところが最後見残りましたね。 e スポーツモード的にはやっぱこの本命はフーリガンだった。そうですね、うん、あと対空もものすごく出てますね、クラッチも。さあ脇尾会場を味方につけていく。ただこのオンを先方で返せるか。現在カウントリード、免許と一歩の高安のクラッチが席に戻ります。オジャリコーズの脇尾はカウントを取り返さなければいけません。さあカウントは1対0、クラッチのキャミーがリードを取っています。さあこのレッドのテーマとともに、うまい、重低音から脇尾が前に行く。対抗狙ってたか、突き割る、まずはスピル、お見舞いしていった。見逃さないですね脇尾も。強化ため、うまくこのプレッシャーをかけながらラインをしていく。上から積極的にいくな、クラッチ怖いところも積極的に飛び込んでいきます。いい攻めですね。さらに上、通るならば通し続けるか。上、今度は捕まえている。 SA1 対空で狙っていきました。ラッシュ、突き上げるようなシャムヒョウ。ただここはほぼ体力イーブンの状況。うまっ、おマジ素晴らしいコンボ、うますぎるぞ。クラッチ、これがロックオン。さあ、体力を見ている。ダイヤシ、体力は追いついてきているが、打ち返した。読み勝ってますね、ここ。さあ、匂うぞ、この場合。脇尾は何を見るか。うまい、タッコさん、捉えている。本当に相手の動きをものすごく見てますね。マッチポイントはクラッチ。この前はスナイパーが見ていた。ダイヤシ使っている。セルは反撃を狙った。スキョウキ、マッキョウが返していく。逆に反撃していく。この状態でも反撃よく見ていました。タイルスピードは今日今度も SA1。 うまい、上から果敢に攻めるところをそろそろ通したくない。見てますね脇尾も。そんな SA ゲージの回し方、逆に言うとクラッチは SA1 もうない状況で、今度はどこから行くのか。丁寧に地上戦から行く。上、脇尾はほぼ被弾がない状況です。タイク崩れているか。攻めを通しているのはクラッチ。いいダブラリ、脇尾が早めに見ていた。スクリーンの隙少し遠い。アマドを受け止めている。確定反撃、脇尾が取り返した。カウントを返せるか。脇尾がリーチの中でも食らいついています。さあしかし、いや見てるな、大きく腕が空振ったところをクラッチが見ていた。さらには上、脇尾の動きに対して全ての回答を出していくクラッチ。足元ストライク、着地を狙いに行った。マシンガン、どうだ、上タイク、素晴らしい、どうだ、どうしている。クラッチの切り返しを読んでいた脇尾。ダイヤシクラッチのバーンスが見えている。難しいですねこの状況。むしろここはもう1点狙いで、脇尾はクラッチの上を見ていた。ただギリギリクラッチの逆にバウト。さあどうなるか、脇尾はチャンスを手に入れた、ね、ただゲージがあるんでねクラッチ。空振ると SA3 が待っている、はい、キャミの SA3 はこのゲーム中でもね最強クラスの性能なので。クラッチは逆にこの時間を稼いでドライブゲージが戻ってくるか。脇尾が体力リード、脇尾いけるか。クラッチか、脇尾よかった。ダーティテイル、そこでインパクト。さあ返しました、素晴らしいプレーだ脇尾。いや木下さん震える最後の瞬間でした。決勝がかかっているって言葉あったから、本当にあの選手の皆さんの迫力、表情からも感じますね。やっぱスクリュー決まった時、やっぱまた会場がちょっと揺れてましたね。いやそして先ほど江中さんの、ね、こう振り返りで、まあ、上からの攻撃みたいなところの話がありましたけど、今回は逆にかなり脇尾さん対応してましたね、 SA の対応ね。そうですね、結構対空も出てましたし、それこそなんかさっきよりちょっとクラッチ君が、うん、なんかあのね飛ぼうか結構迷ってるようにも見えましたし、うん、確かにね、あの動きをされちゃうと、ね、どうしようかなみたいなね、はいはい、すごいあのもう本当ゲージがこう減っていくたびに、うん、なんか2人ともこうなんかどうするのかみたいな感じで、うん、確かに考えることが増えてドキドキしながら見てました。
そしてハイデンさん、かなり脇尾さんとしてはこう相手の大振りな技にスクリーンをしっかり当てたりとか、うん、冷静ですよね、かなりね。そうですね、やっぱお互いすごい集中力が高くて、あの守りが硬いんですよ、うん、だからお互い攻めれないっていう状況がすごい続いてて、はいはいはい、でも初心者同士の内容じゃないんですよ確かにこれ前方戦なのかな、ね、かなりお互い本当に高め合ってますね、試合内容で。さあ脇尾、このシークレット枠を勝ち取った牧尾がまず先鋒戦決めれるか、ダークホースの一手となるか。さあ準備は整っているようです。これが先鋒の決定戦だ。まずはキャリー、牧尾がスクリュータイルドライブからスタート。重厚なテーマが牧尾を背中を押していくか。タイム、うまい。今度スクリューを狙っていた、ただクラッチが反撃を狙っていた。足のフラン狙っていきます。上体幹見えていた、あいつボタンを押してるのは脇をクラッチの体力が減っている。じゃあ最終おーいい、コンボが反則できていない、反撃は脇をスクリューは破れている。脇をもドライブゲージが少なくなりました。持っている、わずかに残る、それでも十分だ。脇をがマッチポイント、覆せるかですね。先鋒戦のリーチをかけたのはオジガリー・コーゼ・ワキオ。今日も合わせかっている、大振りの技が増えている。クラッチは何を狙うか、カウント3連チョップ。ワキオはかなり守れてますね。確かに相手の動きを吹いている大地、ここは4セブン、しかも OD 大ダメージ。クラッチを捉えているかワキオ、どこに突破口を生み出すのがクラッチ。足元止めた、カウンター。さあここから射抜ける守りが固い。マジか、上飛び込んだが上がすぎる、完璧だ。ちゃんとインパクト素晴らしい、あまりにも偉すぎるルート、ダブラリの隙にインパクト、まだあるクラッチ。しかし脇尾もリーチがかかっている。インパクト返してみろよというインパクト、どうだ、決まった、ヒットした。シークレットゲストから勝利は湧くよ。彼がチームに勝利を渡していきました。ナイスゲームでした。いい試合だったな。クラッチも最後完璧な確定反撃も ね見せましたね。本当に対策してきたことがねしっかり出ましたけれども、最後3ゲージ持ってたのが出なかったですね。脇尾がワイワイ対マザー本当にストリートファイターみたいになってましたけど、ボタン性的になんか盛り上がってた微笑ましい会話がめちゃめちゃ聞こえてるんでしょうね、なんか近い、なんか一応ね、そういうルールはないんですよ、そのどれぐらい近づいてダメとか。どういう地方戦、ワイワイ対マーザー盛り上がっていきましょう。さあ、まずは開幕、様子見からスタート。いかに伸びたパンチからいく、コンボのために感情枠、中段ガードを続けるのワイワイ続きにいく、持続気味。マリーザ無敵技がないのでね、ブランカのこの攻めが非常にきついんですよね。投げを継続、ワイワイのターンが続く、一発と。さらに人形設置、上からいった、人形は奪ってパーフェクト。よどみがないですね、攻めに。まずは関西の置いたワイワイの1ラウンド目、この1ラウンドを楽しんでいる人が見えた。ただまだもう力強く飛んでいく、ガルディウス上からバトルについていく、さらに上からエリオ暴れた、うお強気な暴れ。ワイワイ取れるダメージは狙いにいくか、後ろから難しい、今のは返すのが。ドライブリバーサルでターンは渡さなかったか。マーサーのドライブゲージが少ない、バウト、おー終わった、ゲージは全てなくなってしまった。クーグレイ後ろ投げ入れ替わった、 SA ゲージは持っている。後ろから逆に画面下に入ったワイワイ、うまい、アバトンリバーラン中断、ただコンボには伝わっていない。上から行く、削りが見える、
ネテラまずはワイワイのブランカこれだという攻めたのがうまいですね。いや余裕の表情に見えます。そうですね、マリザは守りが弱いので一気にこう攻めが通ってますね。ブランカの大会でパーフェクトが見られる。まあ確かに。しかも戻った時の表情がもう任しとけって言わんばかりですね。いい帰り方でしたね。まあ練習通りの動きができたという手応えがあったのかもしれないですね。確かに準備通り、はい、えなこさんへのドキドキを強みに変えてましたね。しっかりでも全然なんかやりたいことやなんかできてた感じがねすごいしましたよね。伸び伸びとねしましたね。マリザ戦のやりたいことというか、まあ、結構こう足元に弱いところもね狙ってる瞬間もあったりとかして、ね、かなりいい内容。免許とインパクト回線としてはここを返すと1対1のポイントになるのでどうしても返しておきたい。さマザーとしてこれハイデンさんどうですかね。いや難しいですよね。ブランカのやっぱり技の対策すごい難しくて、まあ、そこをしっかりやりながらマリザ の, そのチャンスに持っていきたいところなんですけども、結構ワイワイ側もいい動きで。そうなんですよね、マリーザとしてはやりづらい、ね、かなりやりづらい動きしてますね。さあ気合がまた一人入りなします。一番このクラブに合いそうな両名もう怒号が飛び交っています。あとワイワイでもラウンド取った時もすごい楽しそうでしたね。そうですね。さあよろしければ始めてください。この時報戦のカウント、まずはワイワイがリードを取っている。3点目、まずはマザーが仕掛けていく。3点目、気合を入ったマザー、ガンガンいく。いいですね。次は打撃読み勝っていくのはマザー。上から投げているのはワイワイ。ドライブゲージは少ないもののインパクト投げている。読み勝った、マザーが思わずのけぞった。さあ人知るワイワイ、上からドライブゲージが少ないマザー、ドライブゲージはどうだ。惜しいですね。助けた、でかすぎる。しっかりコンボ完走、これでかい。暴れている、マザーどう耐えるか。ワイワイは何を狙うのか、かなり距離を離しました。画面足クータイク、どうだ。あ、1、きたオーディパックス、難しい。よーく繋げた、よく待った、よく繋げた、よく待った。素晴らしいコンボ、素晴らしいコンボ選択はマザー。よく待てましたね。いや今のいいコンボでしたね。あ、1、ワイワイはそこでボタンを押していましたが、インパクト、はい、マザーがコンボ完走、きた打撃、どうだ。パラックスにフォローした、パリしまった。ドライブゲージが少ない、ワイワイ一気にマザーのペースが続く、はい、このカバーのコーニーが飛んだ。素晴らしい。1ゲーム目知らないぞ。またたくまに返したな、マザー。初戦を感じさせない素晴らしいプレーでした。マザーさんのプレーやっぱりこうガッツがありますね。ガッツありますね、はい、ちゃんとこう劣勢の場面でもひるまずに前に出て前に出てちゃんと倒しに行くっていう気合、これがやっぱりものすごく強いですね。特に大会では非常に重要です。大会の土壇場の中であのねインパクトが壁のバウンドした、はい、ちょっとタイミングが難しいコンボ。そうですね、この中でもしっかりコンボ完走できていました。さあ1点、これでカウントは 1-1 になりました。ワイワイはここで高木とそしてドンさんからもこのアドバイスを受けています。そしてここマリーザーもともと使っていたので、ね、プレイヤーからもアドバイスを受けます。まあ、このアドバイスを、ね、即座にこう実践するっていうのもものすごく難しいことなので、まあ、この作戦タイム、作戦だけじゃなくてこう心を落ち着かせる時間、そうです、ねね、でもあったりするので、はい、それは間違いないですね。特に負けてる側は大事かもしれないですね。そこがさあ試合前に握手を交わします。この決定となる地方戦の勝敗が決まるこの3戦目、両者がゆっくりと席に座りました。さあ緊張感のある一戦です。こちらリコーズの2ポイント連取か、免許とインパクトは返せが
1対1に並ばせるのか。さあ準備が整っていきます。さあ行きましょう、挑戦の3戦目盛り上がっていきましょう。いきなりのリング、ドライブゲージをふんだんに使って、ジャンプで避けている。おかなり機動力を使ったワイワイの動きが目立っています。そうですね、ローリングをかなり対応する作戦に変えてきましたね。地上戦じわじわというのか。ただマザーが対空を見せていく、画面端に追い詰める速度がかなり速くなっている。受け止めた、マジかよ。おー、あれだ、ワイワイを追い詰めていく。マザー上、インパクト、しかも当たってる、大ダメージ1。これはデカすぎますね。さあドライブゲージを奪って、うおー、橋攻めがすごい。上、太鼓を狙っていた、あいち、ドラムゲージがそうそう戻ってくるが、あいち、ジャンプして避けている。逆にチャンスですね。うわ、割り込んだ。どうだ、次の選択肢は、よー、呼んでいる、呼んでいる。いや、すごいですね、俺は。マザーが逆にマッチポイント。攻めがものすごくうまいですね。ただ、ここうまく、これが有効なんですよね、判定をね、はい、使ってこのワイワイが。グラディウスに有効打を見せていきます。止めている、ボタンを押している。打撃角、ドライブゲージバイバイ少ない。それをマザーも狙っているか。これが確定ですね。 SS ゲージがある、エンフォールド、ここで投げ、強気な必殺投げ、ガード不動、インパクト使っている、珍しい。さあしかしこれピンチですよ、両者ドライブゲージ少ないが、逆にダウンを取ってバイバイどうするか。表、おー、いい投げ。マザーはドライブゲージ若干残っている。当たる、使う。さあどうだ、まだ残りそうです。さあどうだ、ワイワイはかなり良くなりましたね。クリティカルダンサー持ってるワイワイ、マザーは画面足に追い詰めて打撃、裏上げ、ゲージが戻ってきた。 CA 超奥義余っている。ワイワイどうだ、しっかり来た、一旦下がる、一発が分ける、リーサル圏内バリ構えている。ここでホルトを変えている。まだこれ待つモード、これはあのモード、うわ、来た、勝負強さありますね。ここで落ち着けるのはさすがですね。フルセット、フルラウンド、うん、素晴らしいプレー。ワイワイが待つモードに切り替えた。うまい、対空SS 流星、これはデカすぎる、これめっちゃ減りますよ、補正かかんないんで。大ダメージ、リーチをかけた両名、まずはワイワイが体力リード。いや、しかも落ちてるクラブしっかり、さらに上、補正が切れて大ダメージ、中断、どうだ、残った、まずはにもチャンスがある。ワイワイはパーフェクト、いやー、ダメージや、追いたんか、吠えた、歌うまゲームも秘密兵器ワイワイが地方を制していきます。会場の歓声が恐ろしいことになっている。次来るのはおもとしゃかな因縁の対決、見ていきましょう。さあ千秋楽となるか、応募の本田も登場、しゃかはマーモンで登場です。おお、仕掛けてきますね、いきなりジャスト、日本一の背中がチラ見えする。暴れている、割り込んでいく、読み勝った、上からいく、まずはオモトペース入れかっている、上かラッシュ、むしろ投げていく、土俵際に追い込んで、インパクト、判断がいい、速いカード、ゲナンダク、カード、セットプレー完璧だ、客観読んでいる。シャカも何度も投げられてきた。さあこれドライブゲージお互いないですよ。まずは1枚目パリ、社会にも十分逆転力のキャンプが入っている。 SA はされた、もう残っている。さあインパクトで、ね、帰れない体力になりましたね。社会としてもかなり苦しい状況、オッケー、序盤を押していた、オボが吠えます。おっとドライブゲージを失ってしまった。社会はいきなり3ゲージを失った、ラッシュ止めでしたね。よー、そして保安対空の裏側にいた、ここで打つ、万能すぎる百貫、呼んでいるからのダブルアップ、オボもかなり必殺だけ警戒しているようです。
うわ、仕切った仕切った、読み合いでしたね。釈迦を信頼していましたね。やっぱり3枚釈迦はバーンアウトしている。きた、これで4枚、4枚目最強火力まであと1枚だが、うますぎる今の暴れて、いいですね。中段わずかに残ったな。釈迦ドライブゲージも戻ってきそうです。ただちょっとおぼが怪しい匂いを見ているが、何回ウッドメスという顔だ、ね、今のは見てましたね。おぼに何度打たれたと思っている。打てる、これが先ほどの試合からもね。これでメダルはマックス5枚だ。5枚きた、最高マネージュ溜まっている。体力リードは一気に下が、あと一発でも勝たれば応募としては厳しい体力になりそうです。いい前だけ T シャツ先は匂う。おっ、ブレイブがどうだ、残った、うわー千秋楽。しかし体力リードは大きく下が、応募としてはまだ厳しい状況が続いていく。次の打ち攻めが大事ですね。応募が通すか、なんとかねー、より勝った。いや、いいジャスパ出ましたね。今の命がけのジャスパなんですよね。あそこを投げられてたらもうまた一気にピンチになってたんで、まずはおぼを地面に叩きつけました。釈迦のマノンです。さあ、かなりいいペースでメダルも最終的にはマックス5枚まで。そうですね、やっぱり5枚溜まった時のプレッシャーがね、半端ないですね。1戦目ではね、この残儀の怖さみたいなのがありますけど、マノンもまたちょっと独特な怖さを持っています。そうですね。さあ、オボはどうここを修正してくるんでしょうか。まあ、灰谷先生が生んでしまったこの悪魔の兵器オボの本田、今日で見納めになってしまうのか。まあ、寂しい気持ちもありますけどね。まあ、このくだりもちなみに1年前ぐらいにやってる気がします。ずっと毎回やってるんですよこれ。なんかやらされてるまでやります。いや、でも本田もものすごく上手くなってますけどね。確かに、はい、昔の、まあ、最初それこそね、はい、100巻をずっと売ってたんですけど、まあ、その中でやはり100巻を縦にして他の選択肢をね、いろいろ通したりとか、技術的にもすごく進歩してますけどね。お、もう一回いやちょっと岸田さん、これオフ会場楽しすぎますね、決勝。決勝に向けてなんかこうだんだんと会場の一体感も増してるように感じますね。宮田さんもやっぱ TGS と比べて宮田さん結構やっぱ小さいなりのデカさがありますよね、うん、声のデカさがね、やっぱりね。そうですね、やっぱりもうあの会場の人もね、だんだん声援もね、大きくなって、さあ、もう熱狂度は完璧だ。このカフェからスタート。ジャスト、釈迦に対してターンではうまく割り込んでいる。おぼ、うお、読んでる、読んでる、必殺投げ。いや、いい垂直でしたね今の。釈迦の内撃を読んだ下段択、面白いように。おぼ、ただ前に行くんですか。った体力リードは大きく。おぼドライブリバーされてですが、釈迦の体力はかなり厳しい。釈迦はメダルを攻めて貯めたいですよね、この状況。うまい、さあこれでメダルを返しどうで成功。体力厳しい中でのメダル返しはかなり大きい。おいしょー、さあ2枚、合計3枚、このラウンドでも十分な。そうですね、収穫になったら4枚目、これはでかいですよ。わからなくなってきたぞ、非常に大きい。丁寧にいく、読んでる、これで5枚たまった、マックス5枚目。しかもどうした、マッチポイントは釈迦。これね、マノン結構あるんですよね、メダル貯めてたらいつの間にか逆転してるっていう。ねえ、来ましたね、最高火力で狙撃手が狙いに来る。あそこから必殺だけが強い、ラブルさん、これは使っている。ただ5枚の圧力、オーボーを捉えるか、引退させちまうか。うわ、やっぱり、なんか噛めた。対空はチリオボー、これ見事上から叶えていく、来た、どうだ、どうだ、使っていく、ここは使うはだ。5枚目、大きなダメージ。さあ、釈迦のこの SF3 パドルどこまで行くか、投げけない。
中断。オーボは追い詰められた。何も食らえない状況。5枚目のプレッシャーもある。腹切り。おー来た。うますぎる。大根。うますぎる。うますぎる。すべてはこの布石だったか。いやー今のワンオンは本当にそうですね。駒投げを盾に。オボ本田が引退。これは引退ですね。もうさようなら永遠に大物本田。さあ両名ナイスゲームでした。副将戦やばすぎる。熱気が優勝を決めるか、それとも耐えるか。ドンピシャバーサスアリケン、ガイル無駄ナイフンの開幕です。まずソニック、ここを姿勢の低い技でもアリケンを超えられる。上から大ダメージ、まずアリケン。おお、なるほど、ダウンさせない。あえて投げていく。タイプリードはアリケンです。ソニックを打って相手を浮かすっていうモードがなかなかできないですよね。そうですね。アリケンがうまく飛び道具の間をかいくぐっていきます。アリケンはこうなると、まあ、無理はしなくていい。そのタイプリード、サマーソルトを耐えて SA1。あとはフォースクだけというところ。上、これも届いていない。惜しいですね。タイミングは良かったんですけど、はい、タイミングはいいんですが、うまい。さあ、分かんない。いや、これまだ分かんない。アリケンは SM1 を使ったためトライダメージが少なくなると危ないことなんですよね、はい、ブレードフェイント。なるほど、なるほど。ワープをね、目の前に来るワープとフェイントでしたね、うん、まあ、ドンピシャとしても勝負するタイミングだと、はい、睨んでいたようです。まずはアリケン、ファリー、うまい。ラッシュ、距離が整った。今度はまたアリケンのいいペースになるか。カウンター、バーズデカからセットプレイ、キャー、細かそう、ダイナレジー。 SA1 からのセットプレイ、きた。素晴らしい。見合わせてのパリーを投げる、投げる。タイルクリードは大きくドンピシャー。白ゲージ面はありますが、パーフェクトです。冷静なガッツポーズを見せたドンピシャ。うわー、きた。どうだ、上飛び通した。アリケンにもほころが見えているが、うまい。やっぱり割り込んだ。アリケンもうまく割り込んでいきます。ガード、ワントビですね。 SA1 ダメージを伸ばしていく。タイルフリードはアリケンのダルシム。さあドンピシャどうする、うまい。 OD でダメージを取ってパリ、大事ですね。うわマジか、いい大事だ。いい投げ、アーチを使って炎を縦に。アリケンが上から下からやってくる。さあ、いやいい動き、伸ばして3バースト。このままアリケン、アリケンがかなり落ち着いてますね。かなりドンピシャが強く攻めてきたところも見せている印象、はい、そうですね。すごく冷静に相手のことを見ながらプレーしているなっていうのが伝わってきますね、アリケンから。いや、同じパターンを使わない動きを、あ、確かにされてるなって思う。そうですね、動きのバリエーションが多いですよね。日本選手の中でもちょっと対応がね、しづらいような動き、まあ、ダブシムは特に他のキャラよりいろんな動きができる、結構トリッキー、はい、キャラクターなので、なんか次何出すか分かんないんで、うん、確かに、どこまで、ね、慣れるまで、ね、うん、そうなんですよ。わざと届くかもちょっとね、どこまで来るのか分かりづらいのもあったりして、距離感とかも結構やっぱ取りにくいキャラですよね、そうですね。ドンピシャとしてはその対応策としてうまく、まあ、ジャンプ攻撃など噛み合わせようとしていたんですけれども、今回はアリケンがうまくさばいていました。さあ取ればアリケン優勝を決定づける2連覇をその手で。さあヒーローアリケン再来となるか、2度目のヒーローになれるかアリケン。そしてドンピシャチームを救えるか。現状のカウントリードは文字狩り行こうぜアリケン副将です。まずこれ開幕の動き、やはり、まあ、ガルダッシュもそうですけど重要ですね。何を噛み合わせるのか、まあ、やっぱり体力リード下側がかなり有利になる組み合わせなので、はい、開幕からかなり大事ですね。さあ再戦だった。まずはアリケン、いいペースを作りに行く。ラッシュポイント、さあゲージが消えている。上耐久バッチリ、アパアパ、タルトを約半分以上奪ったアリケン。バズクかな、
投げ誘うが、おーうまい、うまい、後ろ下がりしてる、炎が残っている、よくガードしているが、よくガードしましたね、今のドクションドライブケースが少ない、アリケンもうまく読み合った、ドクション耐える、このドライブゲージを残せるか、ドライブゲージ回復がかぶせた、これはでかいですね、投げ抜きは押さない、アリケンかなり対応している、きたー、 SA1 ルートを白ゲージも回収しながら、今度はおーどうだどうだ、おっ、これ取りか、さあ、うわっ、アリケンの手が硬い、きたー、いやー、よく止めてた、よく止めてた、今のさすがのドンピシャ、素晴らしい集中力、ただアリケンもかなり守り硬いですね、あそこで投げ抜け押さないのは良かったですね、アリケン心が強すぎる、ただ序盤のペースはやはりアリケンが握っていきます、このペースリードは変わらない、ドンピシャは逆転している展開です、ラシュラ投げる、アリケンがマッチポイント目の前に来てインパクト、 SA1 さあマッチポイントはアリケン、一応投げていきましたね、優勝をその手で決めるか、オジガリーコーデの優勝目の前、画面の右手アリケン2度目のヒーローの再来はなるか、ダッシュ守りが硬い、投げ抜けのバランスがいい、パリジュスパリアーチ上から来る、ドンピシャはうまくパリをしているが、アリケンタイムリード、タイムうまいな、入れ替える、おっとです、ね、このままドライブゲージが少なくなっていく、上パリジャスパー腰が切れている、アリケンのリーダー続いている、うまい、ラッシュ伸ばした、炎を避ける、体育はバッチリ投げる、優勝は目の前、アリケンラッシュテレポート、弾をくつった、ドンピシャは膝が許されない状況、何も当たれない、何も当たれない、出し切ってる、あーこれはやばい、バリエーラッテリア、やばい、難しいっすね、アリケンが2連覇をその手で素晴らしい掴みました、勝負強さを見せる、守りの硬さを見たアリケン、両名ナイスゲームでした。さあいよいよこれが最後の大将戦になります、会場の皆さん改めて盛り上がっていきましょう、お願いします、ありがとうございます。さあ大将戦の開幕です、どちらが手にする大将戦の勝利、いきましょう、CR カップ決勝戦、大将戦、高木バーフスモモイルナ、ここで A ドーできました、 A ドーできましたね、ここまで連動を高めてきた若手希望の星高木、対するもこの厳しい道を越えてきたモモイルナ、6のシーンで活躍を続けます、いるとダメージを奪っていくのは高木です、しゃがみ強敵伸ばしてから強烈カバー、ダメージになっている、さあまずは高木、ジュリにチャンスを与えないプレーですよね、さあただこのエドのリーチに対してオーモイルナが前に出る動きで懐に入り込みはやっぱりジュリのホイールが凄まじく高いので、おっと天仙人が空を切る、おどうだチャレンジ、高木ドリーム成功している、マジか、おいドリームめっちゃ減ったからの加工、うまい、うますぎる、インパクト、流れを速くしていく、ドリームからコンボ加工、緊張感を感じさせない風格ある一勝、いやすごくいいプレーしてますね、落ち着いてますね、立ち回りも落ち着いてるし、今の高難易度のコンボもね、しっかり決めていく、大森田もかなりこの高木の、まあ、一つ技に対してしっかり、まあ、最大の確定を狙う瞬間もありましたが、はい、やはりこの大会の緊張感があった、そうですね、やっぱ目押しの要素がどうしても絡んでくるので、
いやでも高木はもうその覚悟が決まった表情してます、ね、いやかなり表情いいですね、はい、これは本当に感じますね、それを。格ゲーマーの顔になりましたね、緊張を乗り越えたようなね、表情です。早くも戻っていく声援を手に、さあ桃井里奈もこの舞台頑張ってほしいところです。さあ今度は若手をカルバン、反撃ののしを上げられるか桃井里奈、そのまま高め決めるか、映像のテーマからスタート。いい調子ですね。大森瑠奈がまず赤目し、高木を追い詰めていきます。逃げ場のない画面端コーナー、序盤から連続ガードの連携、バックステップ、うまい、投げを読み切った、後ろ投げで入れ替えて、今度は高木が大森瑠奈を画面端側に追い詰めていく、止めている、いい止めだ、画面は見えている大森瑠奈、打っていく、勝負の一発、そうさせた、強化、やっぱり、投げを抜ける。差し返しになった、調子ちょっ、これはリーサルが見えている、ノーゲージ、今度は完走だ、お見事、されてましたね。先の1戦目はもう乗り越えている、桃井瑠奈が1ラウンド止めた、うまいな、ちゃんと見てる、相手の素早い動きを止めています。投げに対しての1点読み、高木もガードを止めていた、勝手上げですね、誘った、いや、うまい、しゃがみ中継からコンボ難しいが、バックステイ、ね、アドリブ投げをバックステイ、確かにイルフは、さあ高木は冷静にドライブゲージ戻していく、パリで構えてドライブゲージを1本戻した、素早いコンボになっています。投げ前外から、後ろ投げ前外、ちゃんと見てますね、高木の読み合いが鋭い、投げ抜け見てから大パンが非常にうまい、マッチポイントは高木、おっ投げてく、投げる、バックス2回投げる、引き寄せ、知らせブリッツ、いや、アッパーダメージルート、ここはディリバー切り返した桃井瑠奈、止めようとしていた、ここには桃井瑠奈のフラッシュが、さあ、サンデー、S3 を使うしかない、ここは使う初の一発、この後の攻めが非常に重要ですね。桃井瑠奈勝負の置き攻め、抜ける、タグギは投げを許さなかった、次は、サボったでかすぎる、決め切りたい、桃井瑠奈、高木は守れるか、出ている、SA3 サイコチェンバー、この体力は残らない、先生の前で決めた、いやー素晴らしいチームを背負った高木の勝利だ。格ゲーマーの表情で大将戦を制しました。見事最後の大将戦を制した高木、しかし優勝はおじがりコーズの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ数々の激闘戦士、第6回クレイジーラクーンカップストリートファイター6サポーテッドバイアベマ TV の頂点に立ったのはこちらおじがりコーズでした。改めておめでとうございます。おめでとうございます。最高の雰囲気なんか最高の試合していただきました。さあそれではまず優勝トロフィーの贈呈となります。優勝トロフィーえなこさんの方から贈呈お願いいたします。こちらです、優勝トロフィーです。じゃあリーダーいきましょうか。リーダーでおめでとうございます。選手の皆さんに優勝インタビューしていきたいと思いますが、まずは自身の手で優勝を決めきりました。有賢さんからお話伺いましょうか。有賢さん 2-1 で迎えたあの場面、はい、どんな気持ちを持って臨んだんですか。まあ、とりあえず落ち着いていこうと いう気持ちでやりました。もう最後の最後までね、際どい勝負でしたけど、はい、勝ち切った瞬間いかがでした。めちゃめちゃ気持ちよかったし、それと一緒にあもうガイル村には入れないんだっていうもうこれで完全に多分もう
拒絶ですね、ニューソンは ね、もう最後 の SA に対するパリーでもそうですね、拒絶が決まりましたね、お別れでしたね、あれが。いやでも本当に最後の最後で素晴らしい戦いでしたし、アリケさんやっぱ CR カップ強いですね。ありがとうございますね、え素晴らしい戦い、仲間がいるからここまで来れました、はい、いい戦いでした、ありがとうございます、痛み切ってくれました。さあ続いてシャカさん、1対1で回ってきてかなり緊張してる様子も見て取れましたけど、いかがでした？いやまあ本当に嬉しいです、はい、もう内容もすごく良かったんで、あの最後決め切ったやつ立川コーチに教えてもらった、はい、もう中ピーシャガ中した後に触れ下がってしゃがみガードして投げ椅子も食らわない、下段も食らわない、無敵も食らわないで垂直されたら暗号体育からって駒投げいけるって、もう最高だもう立川コーチありがとう、完璧でした。いや立川さんが教えた通りだというね、もう SNS で早速歓喜のねつぶやきもしておりました。さあそしてこのプレッシャーの中、大きなね仕事も果たしてくれたと思います。マザーさん負けられない一戦、悔しい思いではありますが、はい、チームは優勝しました、いかがですか？いやー恵まれた。いやでも会場見てても今日一盛り上がったから、あの地方戦ワイワさんとの一戦は盛り上がってましたよ。あのマリーザーがやっぱラウンド取るとちょっと盛り上がるっていうのはなんか知ってたんで、はい、なんとか1ラウンド取りたいなっていう気持ちで来たんですけど、まあ、勝てなかったけど、まあ、チームのおかげで、はい、ここに立ってます、すいません。ありがとうございます。地方戦素晴らしい戦い見せていただきました。いや楽しかった、楽しかったです。はい、見事でした。さあそして先方として素晴らしい仕事を果たしました、和京さんいかがでした？そうっすね、言うことは一つだけっす、はい、 I have 新人。ありがとう新人、勝てたよ。いやでもね、自分が代打みたいな自虐で最初言ってましたけど、いやもう勝負強さすごかったですよ。正直やっぱその世間からのあれがあって、はい、やっぱ逆境に燃えるタイプなんで、はい、めっちゃありがたいです。だから本当にストロークという楽しさをこの大会を通して知れたので、今回も、いや今回だけじゃなくて頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあそして大将、このチームを率いました、改めて優勝という最後になりました、はい、どうでしたか？はい、嬉しさと悔しさでもう泣きそう。悔しかったけど、でも本当にチームに恵まれて練習からすごい楽しくて、やっぱこういうの初めてだったんですごい嬉しかったです。みんなありがとう、本当にありがとう、ありがとう。素晴らしい戦い見せていただきました、見事な優勝となりました。さあそして準優勝には終わりましたが、素晴らしい戦い見せてくれた2位のチームの皆さんにも話伺えるということなんで、まずはワイワイさん、激戦制した地方戦でしたがいかがでしたか？僕が勝って帰ってきたらなんか知らんみんな泣いてるっていう状況でだいぶびっくりしたんですけど、まあ、あの優勝はできなかったものの、そんだけめちゃくちゃあったかいチームやったっていうのは、うん、本当に、まあ、の目にくるものがあったんで、まあ、あの結果通して良かったなと思います。はい、はい、素晴らしい戦い見せていただきました。さあそして勝負の、ね、一戦でもありました、お坊さん、本田は敗れましたが今後どうなっていくんでしょうか？お坊さん、そうですね、ホンダもそうなんですけど、ちょ高木につなげなかったのが本当に悔しくて、ホンダやめないよ。やめた方がいいですか？またね、釈迦さんとの名勝負を期待しております。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして自身の、ね、勝負は勝ちましたが、チームとしては優勝できなかったというところで、ちょっと大将なんで、ね、お話伺いたいんですが、高木さん、今大会通じてそして最後の一戦含めていかがでした？まずなんかワイワイさんがずっと自信なさそうにしてたんですよ、この練習期間から本番の今日のもうこの今の今まで、でさっき勝った時に俺泣いちゃって、うわはずと思ったんですよ、はずと思ってパッて隣見たらクラッチさんもあのドンさんもみんな泣いてて、このチームいてよかったなって思いました。で最後の試合はあのドリームコンボ、あれめっちゃ練習してたんですよ、本番の前にも、なそれを出せて嬉しかったです。だし全員このチーム一勝できたんで、
めちゃくちゃ楽しかったですわ。ありがとうございました。素晴らしいチームでした。ありがとうございました。経験したことないぐらい、おお、もう前に、おお、みんな応援ありがとう。バイバイ。